皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうかインターネット放送フルーツですご案内の中根美智子です先週はイースターでしたクリスマスを知らない方はあまりいらっしゃらないと思うんですがイースターはクリスマスと同じくらい大きなイベントなんですけれどもあまり多くの人に知られていないようです友人にイースターって何と 聞かれましてどう一言で説明できるかなと考えました一言で言うとイエスキリストが死からよみがえったことを祝う日ということになりますクリスマスはイエスキリストが誕生したことを祝う日ですそしてイースターはイエスキリストは十字架にかけかけられて死にましたが三日目によみがえりました そのよみがえったことを祝うお祭りということなんですねそれにちなんで教会では毎週日曜日イエスキリストの復活をお祝いして礼拝を捧げているということになりますではイエスキリストはなぜ十字架で死ななければならなかったのかそしてまたなぜ よみがえったのかその理由の説明が一言というわけにはいきませんえそれを知っていただくためにその目的にこの神の愛についての学びを配信していますえ前回イエスキリストの十字架の死について予言されている聖書の箇所を見ていきましたえでは今日はイエス様が実際に十字架にかかったことこの十字架について学んでいきましょう マタイ27章46節にイエス・キリストは十字架で死ぬ間際にこのように叫びました「3時ごろイエスは大声で「エリエリレマサバクタニ」と叫ばれた「これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」という意味である。 イエス・キリストは十字架でで死ぬことを自ら進んで行いましたそしてイエス様はこの地上で生きている間ひとときも神様を離れず神様がいつも共におられることを実感して生きていましたですがこの十字架上でイエス・キリストが発した言葉これがどういう意味なのか少し 私の中で疑問を覚えるところでもありますこの箇所をうまく解説している方がいますジジ・アビラこの方の著書の中の十字架のキリストという一節をですね、まあ一部分を抜粋して紹介していきます私はイエス様が十字架にかけられた時父なる神は 他の部分を見ていいたと思います。そこでイエス様は「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」と叫ばれたのでしょう私たちは神の国が愛であることを知っていますもし愛なる神が 愛する一人子、イエス・キリストの十字架の苦しみに目を向けたならば父なる神はその十字架のあがないをやめていたかもしれませんローマ兵によってイエス様が鞭打たれ唾をかけられ草をむしり取るようにひげを抜かれ 頭にいばらの冠をかぶせられてそのトゲが食い込み重い十字架を打ち傷によって痛む体に背負わされ太陽の暑さに苦しみ酢を飲ませられる愛する巫女のこのような姿を神は見ていることが でできたでしょうかこの時イエス様は孤独というものを感じ神を知らないでさまよう人間の虚しさを知ったでしょう人間の持つ虚しさは世にあるものでは決して満たされず人はいつも何かを求めていますイエス様は いつも父なる神と共にあり交わりを持ち語りまた父なる神もイエス様に答えイエス様と父なる神は一つでしたしかし十字架にかけられていた時イエス様は誰も自分と共にいないことを感じ孤独でした では父なる神は一体どこを見ていたのでしょうかおそらく神は何千何万という人間が拷問を受け苦しんでいる地獄を見たのでしょうそして地上を見私やあなたを見たのでしょう私たちが 永遠の苦しみに滅びに向かっているのそして御子イエス様に言われたでしょう我が子よ我が子よもうすぐすべては終わり私はあなたを栄光のうちに見るでしょう あなたが勝利を得彼らを愛したゆえに多くの滅びに向かっている人々を解き放ついかがですかイエス・キリストは十字架上でこれまでに味わったことのないほどの非常な苦痛を伴う孤独を感じていましたこれまで共にいた父なる神様が十字架上では イエスキリストを見捨てたのです。その時、神の目はイエスキリストの苦しみにではなく、何千何万という私やあなたに目が向けられていました。本当に感謝のことです。イエスキリストが十字架で神を見捨てら、イエスキリストが十字架で神から見捨てられ、ひどい。孤独で苦しみの中にある間に。 神の目は私たたちに注がれていたといととうことなんですヨハネの福音書17章5節にはこのようにあります「今は父よ御そばで私を栄光で輝かせてください」「世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください」この御言葉から先ほどジジアベラの「 著書の中にもありました神様はもう少しで終わるからもう少しで終わるから頑張れよとそうすればこの栄光が必ずあなたに与えられるということをですね、イエスキリストに語っていたというふうに考えられますヨハネ3章16節には神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として 滅びることなく永遠の命を持つためであるイエス・キリストは自分を鞭打ち呪う人々に対し彼らが滅びに向かっていることを知って十字架の上においてさえ彼らのために彼らをお許しください彼らは何をしているか自分でわからないでいるのですとこのように鳥りなしの祈りをされました。なぜなぜら イエス・キリストは父なる神様が私たちを愛していることを知っていてそして神様が私たちを愛するようにイエス・キリストも私たちを愛してくださったのですここに神の愛があると聖書に書かれていますこれがイエス・キリストの十字架の死の理由ですここで皆さんのためにお祈りをしたいと思います 手の愛するる父なる神様今日私たちがイエス様が自分の罪のために十字架にかかって死んだことを深く心の中で理解できるように助けてくださいイエスキリストのお名前によって祈ります。えー、今日は 実際にイエス・キリストの十字架について見ていきました来週は十字架の死による祝福について見ていきたいと思います皆様の上に神様の豊かな恵みがありますようお祈りいたしますそれではまた来週お会いいたしましょう